今日はある人の全てを暴いていく、はい、そうスクープ系チャンネルよろしくお願いします。やめてよ。ストーンズです。どうもストーンズです。ストーンズです。はい、ということでですね、今回は少し前に急上昇にもランクインしたこの人気企画、そうパクリ企画でございます。はい、今日も高いよ、ストーンズ。はい、6番みたいですよ。今何万人でしょ。何万人になってたもんね。そんな言ったの。はい、ということで、まあ、ここから今日も太陽の総監、じゃあ、はい、早速お願いいたします。はじめましてのつもりで見てる人が、はい、まず名前書けばいいんです。あ、まあ、そう、自分の名前を書いていただいて、そこからまあ京都の国に枝分かれ方式に書いて、名前書いた人のどういう関係とかを言ってもらえれば。何組って太陽ね。はいはい、大きいね。いいね。もうね、これでもこれの大きさで分かります。彼あんまいないんですよ。そうそうそう。余白を少なくしていかないと。まあまあまあ、じゃあどっから行こうかな。一発目誰よ。まあ初めましてのつもりだったので、お父さんかまさきよく、うん、パパだね。まあこれはまあ言わずともしれだ。まあこれあの父なんですけど、先輩でもありね。久しぶりだな、こんな丁寧に言うの。父親が実は京本まさきなんですよね。どういう作品出てたんだっけ。あの必殺仕事に行くのもあるし、あとまあ高校教師とか、いろいろ言えない人とか。言えない人とか。京本大吾の父っていうか、もうストーンズの父が、そうね、そうよ。こまめに連絡くれる。今朝もね、本当にいただいて4時19分に。それでも来たからね。ありがたい、ありがたいよ。朝の4時19分。毎年ライブも来てくださるしね。スノーマンとストーンズで串カツ食いに行ったね。いやー、行ったね。なんだっけね。そうか、そうだ、あ、そうだ、予約しといてあげるからみんなで行きなって言ってて、行ったら、そうだ、おい、そう、何やってんの。一緒に食べたくなっちゃう。あ、そっか。あ、向けてペンク。これ意外と知らないんじゃない。あ、まだ知られてないからね。お、これはどういうこと。小池徹平くんはハトコです。ハトコ、うん、血は結構しっかり詰まってる、ね、あ、そっか、ね、あ、だからバットさんの、うん、なんかね、スタジャンみたいなのがあるんですよ。それのナンバーワン、ナンバーツーが本人が持ってて、スリーを持ってる。あら、すげえ。次、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、これでしょ。すごいよ。そうで、まあ、あと俺周りでそうか、もうちょっと行くとあれかな。はい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 、スノーマンの佐久間大輔。はいはいはい、スノーマンの、そう、あのさっくんは俺の母親とさっくんの母親がもともとめちゃくちゃ昔から仲良くて、だから俺がジャニーズ入る前から、もうよ、俺が幼稚園の時から一緒に遊んでくれてた。幼馴染みたいですね。すごいよね。で、だから俺正直ね、大ちゃんって呼んでた。大ちゃん入る前、佐久間大輔で大ちゃん、で大ちゃん大ちゃんって言ってたら、現場入ったらみんなさっくんって呼んでるから、俺もさっくんに変わってったんだけど、それ寂しくない。もともとは大ちゃんだった。これさ、佐久間君と入る前から知り合いになって、うん、で入った時、佐久間の先輩に、うんうんうん、入った時は敬語になる。あ、でもね、さっくんに関しては最初からタメ口だった。ああ、もうそれは幼い頃からの関係があった、ね、幼稚園とか一緒にディズニーとかも行ってたもん、ね、あ、そんなに。そういう感じ、ね、で、お家も泊まりに行かせてもらったりとかしてた。じゃあ知り合いとかじゃなくて、もうがっつり本当に幼馴染みな感じだ。幼馴染み、うん、俺も先輩だけどちゃんと敬語使ってて言われないだあとはまあ、唯一の同期で言ったらまあ、スノーマンの今もっちゃんだね。あー、先生、あー、いいやん、同期岩本っちゃん、まあ、岩本っちゃん、俺、KAT−TUNのライブで発表されて、うん、紹介されて入った、あ、有名な亀梨君の隣でね。その時のライブにオーディションできてたから。あー、じゃあ同期ちゃん、同じ年というか、同じ時期、あ、しっかり。あ、でも全部、あ、これもね、山田、ね、有名ストーリーだけど、うん、まあまあまあ、外れない人もいるから、ね、そうだね、あ、すごいよね。山田涼介くん、平成ジャンプ、ジャニのチャンネルのメンバーの山田くんは、俺が幼稚園の時、幼稚園ばっかなんですけど、幼稚園の時に、うん、多分住んでた区域が似てたのか、近かったのか、似てた、似てた、似てた、住んでた区域の雰囲気が同じとこだった、近かったね、自分的に遊ぶ公園が一緒だった。二人で砂場で遊んだりしてて、それを俺の父親とか山田君のお母さんとかがベンチで座って見てたりとか、で多分その時に山田君のお母さんと多分俺の父親が会話をしたから、それで今日はさ、その山田君と遊んでた記憶はえ、だからね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけで、なんか俺基本やっぱ一人っ子だし、一人で遊んでたんだって、うん、だから誰かと一緒に遊び出すことって少なかったんだって、うん、
だから俺はもう覚えてないんだけど父親はもうめちゃくちゃ覚えてる。はい、トーマくん、生田トーマくん、あマスロバンの CM くれねえかな。これはさ、スタートで言うと何がきっかけなの。これ俺、トーマくんはデビューする数年前に、知り合い、共通の知り合いがいて、その人と3人でご飯食べたのが最初。これなんかジャニーさんに、まあ、俺もミュージカルとか出始めてたの、ストーンズも結成したばっかとかだったかな、2015年、なんかぶっちゃけた話になんか言うグループ合わないよってことめっちゃ言われたの、個人的に。だからちょうどご飯行かせてもらったらトーマくんにこんなこと言われたんですけどどう思いますかって相談とかしさせてもらって、でその流れで連絡先を交換して、そしたらなんかねすごいなんかこう俺がご飯行きたいですって言ったらいつも時間作ってくれて、ああちゃんと合わせてくれる。そこから定期的に会うようになって、お家も行かせてもらう、何回も行かせてもらう、今日お家にも遊びに来たの。そう、俺ん家にも来て2人でお酒飲んでました。トッピー戸塚くん、トッピー、はいはい、トッピー ABCD 戸塚くん、 ABCD 戸塚くん、 戸塚くんね、先輩で言ったら一番長いかも。おーそう、お世話になってギターいただいたりとか、あと戸塚くんの新譜ソロ曲とかやられるじゃん、はいはい、そういう時も披露される前に俺に先に送ってくれたりとか。へぇー、戸塚くんとあーヤブくんご飯行かせてもらうと何回かヤブくんとご一緒。おーヤブくん仲いいもんね。この前もね戸塚くんと久しぶりに会ったんだけど、その時もヤブくんいてくださって3人で食事したりとかして、そう連絡先も交換させてもらってるし、ちょいちょい連絡取ったりとかも。そう、なんか戸塚くんが急に去年とかだったかな、2年ぐらい前か、電話来て今日今からヤブの誕生日パーティーサプライズでやるんだけど来るって言って、行きますって言ったらパーティーで来たのがいっぱいいるんだと思ったら2人っきりだった。めっちゃいいじゃん。3人でお祝いのケーキ出してパーティーは2人すごいね、なんかそれが良かった。パーティーの定義を履き違えるのやめな。これなんかやっぱストーンズのパーティーってちょっとさ、そう、ね、ウェイだったからね。そうね、でもジェシーが言うんですよ、パーティーは2人からだからね。2人以上だもんね。大地さん、マジ、ああそうだそうだそうだね。なんでジェシーの代打でセカクラに呼んでいただいて、でそこでめっちゃよくしてくださって、で大地さんが連絡先、大地さんから聞いてくださって、なんか連絡先交換しただけじゃなくて結構まめに、あそう、意外に連絡取らせてくださって。そうなんだ、まあ、あとはあれかな、おかしくなってきたぞ。違う、タイトルになってきたんだよ。ダチがエレの U、 エレのダチが LA にいて、でなんか結構今いいとこまで上り詰めてる、通称ロサンゼルス。そうっすね、ロサンゼルス。俺らの友でもあるよね。いやどうだろう、友だと思いますよ。ジャニーズのトラビス・ジャパン。そういうことね、はい、締めかけ龍也、そうだ、ラッパーかと思ってたんですね。宮近海斗、宮近海斗、まあ俺は締め、ちゃか、あとママツクラ海斗、マツクラ、マッツマッツ噂の京本会のメンバーでしょ。まあ、そうだからこの前も俺が初日を迎える時とかにもなんかたまたまテレビ電話したりとか。やばじゃない、これさ、プライベートでも京本企画やってるってやばいな。ちょっとやりそうだよ、ね、六本木を探してるってさ、京本会。やめてよ、京本会イメージ悪い、やりすぎだよ。あそれはね、宇宙海さんですよ、宇宙海、そうだ、浩二さんね、宇宙海さん、宇宙海さん、宇宙海さん、なんかまさかご一緒させていただく機会が、まあ、ご挨拶はね何度かさせていただいたことあるけど、お仕事でって想像できなかったけど、めっちゃ気さく、ユーモアめちゃくちゃある方だし、声好きよ、長谷川君、あそんな結構ガッツリ滝沢歌舞伎でご一緒して、あ、そうか、あ、そっか、楽屋が、じゅんくんと二人部屋だったんですよ。そうなんかもう外部行っていいかな、もういいですよ、全然。曖昧って分かりますか、育三郎さん、慎太郎なんかワイは知ってる、ゆうくん、うん、あー、松屋さん、あー、ね、ちょっと俺らの勉強不足だった。実は曖昧って言って、こう、そうなんだ、まあ、演劇プロジェクトって言っていいのか分かんないけど、うん、そういう活動、プライベートの付き合いはもうダントツ城田さん、やっぱりご飯とか日頃連れてっていただくけど、
松也さんに関してもトーマくんと松也さんも親友だから、あだから松也さんと俺とトーマくん3人でご飯もあるし、すげえな、うん、でこことのご飯あるしみたいな。あとはまあ吉尾さんですね。あやっぱ吉尾さん、そうね、マジカルさん、そうですね。吉尾さんはもうチューする中だもんね。チューする中じゃあ中でやってるわけじゃん。吉尾さん多分50から100はチューしてる。ラブじゃん。じゃあそういうことにしてんじゃないですか。あとは古川さん、古川さん、古川さん、あー、古川さんは俺がリザカ、そう、ジドルフってやつ、ダブルキャストだ。そうだ、あ、そう、古川さんね、ダブルキャストの先輩で、でもその後古川さんトートっていう、いわゆる俺がキスする相手側になったのかな、ならない。ああ、そっか、あ、だって複雑なんだよ。ネトルフ一緒にやらせてもらったこともあり、チューしたいから、チューする相手になったこともあるし、チューする相手として捉えてる。あ、頼れそう。来た。あー、来た。あれだ、子供店長でしょ。そこで止まってんの。本人好ましくない。で、ここで素人松岡晃大ってニュージーズで相棒役やってくれてたんだけど、うん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 、で、俺と清志郎と光太はもういまだに仲いい、グループラインがずっと稼働している、で、光太と2人ご飯行くこともあるし、3人でご飯行くこともあるしとか、結構、舞台終わってからもグループでも仲いいし、ここも仲いいし、あーえぇー神木くん、神木くん、あー、そう父親が何かで共演して、うん、父親と先に連絡先交換して仲良くなってて、でなんかいつも父親づてにメッセージ送るやつ、なんか知ってるの、知ってる、なんか大学によろしくお伝えくださいとかっていうのをいつももらって、俺も何々見ましたみたいなことを父親を通してやってたんだけど、なんか日本放送でたまたま廊下で会って、うん、でやっと会えたみたいな話になった流れでついに連絡先を送って、っていうか一回ね、あ、来た、あ、来た、松丸くん、カードつながり、ポケカ、ポケカで、ポケカをなんか始め、俺遊戯王もともとめちゃくちゃやってて、ポケカも興味あったから始めたっていうのをブログかなんかで言ったら、ツイートしてくれたの、お、俺が教えますみたいな、俺が教えますっていう流れで、あ、なんかこう表向きのやり取りでこう終わるかなと思ったら、本当に連絡先をつなげてくださって、で一回お家行って、もう昼間から夕方までずっとポケカ一緒にやってる。やっぱ入り口もなんか謎解きで入れない。岩崎くんと元井くん、岩崎が美少年だよね。そう、元井はインパクターズ、インパクターズ、あ、元井ってインパクターズか、二人はよくご飯行くし、プライベートで交流がある後輩だね。シソンジュン、あー、そうだ、ジュンはめっちゃ付き合い長い、それは書かなきゃダメだね。あと匠、北川匠、ああ、二人だったからご飯行ったことある。へえ。連絡めっちゃくれる。あと渡る。まずバサイ映画。バサイ映画渡るも一緒で。一番連絡くれるね。めちゃくちゃ。渡た。へえ。川崎ね。おしきも。ああ。あとね、リッキーって知ってる？大東律樹。ショックショック出てる。あのね、歌めっちゃうまい、ね。あれだよ。渡った。キンプリのライブで歌ったこと。あ、そうでした。サトルくんって呼んでるんですけど、ヌーの、ジェシー、そう、キングヌーのサトルくんを、ジェシーにお家一緒に行くときに連れてってもらって、で、カレーごちそうしてもらって、楽屋でずっと聞いてたから、それにあの時そう、もうね、そのイメージがあるからずっと聞いてて、仲良くなりたいっていうか、もうなんか尊敬、あ、音楽が好き、高田翔、翔ね、あ、翔ね、翔は未だに連絡めっちゃ取るね。会いたい人とかいないの？会いたい人はプライベートで最後に、右側に指名で大きく相関図にこれから名前を書けるようになりたい人、願望でいいよ。藤原竜也さん、もう大好きで、はいはいはい、映画とかドラマとかこうまんべんなく結構見させてもらってるんですよ。いい人だって。会ったことあんなんだ。かっこいいなお前って言われたもん。すいません。すげえな。一応です。あんたやっぱり面白いよ。一回、そうで、だから共演させていただきたいのも近いね。ああ。同じステージに立ちたいとか。なんかこう近くで学ばせてもらいたい。なるほど。いいんじゃない？それこそ舞台とかだったら稽古期間とかもある。そうそうそう。後ろから学ばせていただけるような機会が欲しいね。これ引き続きやっていくってことでいいの？あと4年。
だから俺のやつも楽しみにしてほしい。まあまあ、それが意外と僕と一歩いけると思う。自然に出てきそうだ。はい、じゃあ今日もそういう感じでした。